こんにちは。マイブックシェルブスのコーナー。今日はちょっと風邪をひいてしまって声がガラガラで申し訳ありません。 I'm sorry です。ですね、最近日本ではですね、ご当地グルメとか方言とか、その地方地方の違いをこう楽しむみたいなテレビとか本とかいっぱい出てるんですね。だけどそんなブームの前に1995年の時点で漫画家の吉田戦車さんという方が、まあ他に類を見ない剣を題材にした漫画を描いていらっしゃいました。それがこれです。ドーンドーン、プリプリ剣、プリプリ剣という漫画です。これがめっちゃ面白くって、これ買ってそのままちょっと喫茶店で読み始めてしまったんですけども、声出して笑っちゃって、もう涙が出ちゃって、ちょっと人目があるところでは読まない方がいいと思います。すごい恥ずかしかった。でもね、すごい面白いんですよ。まあ内容としてはプリプリ県という一地方の出身のつとむくんのお話なんですけれども、プリプリ県っていうこうローカルな県の自慢をしたりとか、そういう風習を紹介してたりとかして、面白い。だから自分が常識だと思ってとらわれてるものなんて、なんか一地方の習慣に過ぎないんじゃないかとかちょっと思っちゃったりとかして、話が笑っちゃったのはプリプリ県の信号とか、信号もね、場所が変わってルールが違うこともあるんじゃないかということですね。で、私が以前日常生活をややこしくやってみようっていうビデオでビールをティースプーンで飲んだことがあったんですけど、もうすでにプリプリ県の習慣としてビールをスプーンで飲むっていうのを漫画で書かれていて、あ、先にやられてたなと思いました。これ面白いんですけど、1日1話か2話ずつぐらいしか読めないよ。もう内容が濃すぎてもうお腹痛くなっちゃって、これだから4巻も読み進めるのには随分体力が必要だと思いますけれども、吉田戦車さんというと、まあ映るんですっていう漫画がすごいヒットして有名だと思うんですが、もしプリプリ剣見逃してる方いらっしゃったら読んでみてください。面白い、おすすめです。文庫化されてます。では皆様ごきげんよう。グッバイ。